シーギフアフシャラ10回目FC ギフ勝手に応援チャンネルああもう R18 してシャーンギフィーの機嫌が悪い悔しいですよ。あもうもう始まった始まったの始まってますよ。もう始まったの、はい、はいはいはい、ちょうど今見てね、はい、そのまま勢いで撮ってますから。もうそうですね、はい、もう試合終わった直後ですね、はい、今いや悔しい悔しい悔しいですね。途中までいい感じだったんだけどね。そうだね、0-0だったんですけど、うん、まあまあ立て続けに2点入れられて、はい、まあ3位の甲府相手にねこれちょっと勝てれば、うん、よかったね、よかったけど、ね、前回、ね、いい感じで引き分けただけに ね、 そうだね、はい、まあまあ相原選手も途中出場したんですけど、そうだ、ね、ゴールならずと自説にね、はい、勝利は持ち越し、はい、ということですけど、ファンだからこそ言わせてもらうっていうのね、今年からだけど、ファンになったからこそ言わせてもらうけど、はいはいはい、もうちょっとやれたんじゃないかなっていう、あ期待を込めての期待を込めての、はいはい、そう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 、ちょっと悔しさがあったかな。まあそうね、まあでも次があるから信じて我々は信じて応援しましょう。あれ今日ちょっと中身ないな。じゃあ今回は前回の試合から中3日次また中2日とスパンがね、体力の限界と僕らが試合してるわけじゃないんで、ショートバージョンでねお送りしようということで、まあそうですね、あっさりめに、はい、今回はあっさりとね、また2日3日後にあるんで、はい、カメラマンが編集するとき死ぬっていうだけで、そうなんで、ね、ちょっとまあ短めにね、はい、お送りしたいと思います。簡潔に、ね、はい、変なボケもなしなし。さあ、はい、じゃあバズボックス、あそっか2-0だから、はい、中バズです。金子、やれやろもうそれ、わ、もうもうしょうがない。やれって何、引くってこと？違う、引くのは俺が引く特攻隊長として、岐阜の特攻隊長として誰が命名したの、それ。え、見てる人、岐阜の特攻隊長って。そう、え、お前二つの言われてるよ。なんて、栃木の裏切り者栃木の人に言われてるねえ、じゃあ引きますか。はい、お願いします。あはい、ガムテ脱毛、ガムテ脱毛やりません2-0で負けてすぐのガムテ脱毛は嫌だよだそういう企画だから、まあそうね、みそぐってことね。そうそうよ、みそぐ、そうみそぎだよ。というわけで、はいはい、セッティングの方やりたいと思います。はい、じゃあ俺先にやるして、あのさ、ガムテープという名の主導権を握らないで、両方お互い同時に行こうや、行こうや、いいか、ちょっと上げてで、でだからじゃあ待って、一個ずつ一個ずつ、上げた、はい、よし。でお前毛薄いんだよお前濃いだろ、お前は絶対になんで長くない？長くないよ。ちょっと待って。これちゃんとついてる？ついてるよ。結構ガッチリ入ってる。今行くの？いや、もう一枚ぐらい。なんでお前がさ、お前が枚数をそうさ、結構ババアの皮膚ぐらい今突っ張ってるよ。水分なし。あらあら！なんで今行ったんだよ！これ本当についてるのかなと思ってやったのよ。まあ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 、いいでしょう、いいでしょう、いいでしょうって何なんだよ、いいでしょうってだから俺は言ったんだよ、先に貼らせろって。なんで2周行くの俺、もうやだ、痛いもんだって。ちょっと触んないで、ちょっと待って、触んないで、私のすでに触んないで。同時に行くっていう噂じゃん、噂じゃん、噂はなお前詐欺だぞじゃ、とりあえずカメラマンこれ、はい、なんでじゃ、お前に貼るんだ、お前に貼るんだ、お前、あ、やめだ、やめだ、やめだ、いいよ、みそいでるよ、みそいでるよ、みそいでんじゃね、抜けてんだよ、ただみそいでるよ、あっちんだよ、これ、お前、なんで結局さ、うん、あっ、うなぎ人だ、うなぎ人だ、さあ、ということで、なんでよくないところだよ、お前、ほんと私生活からそうだ、君は私な、何足を飲んで
意味がわからない。何意味はわかるだ。そういう話をずっとしてるんだよ。ねえ、あのさ、こうサッカーを応援する番組だよ。何いじめ助長しようとしてるじゃん。いいえ、出せばいいんだろ。お、出せ、ほら、やれよ。やってみろ、ほら。チンピラだ、ほら。チンピラだ。本当にやるんだな。やるよ、やるよ、全然。好感度下がるぞ。関係ない、関係ない。好感度下がるぞ。関係ないよ、お前、全部、全部言ってるろ。引くこと言ってやろう。ちょっと待って、触んな。待って。触んな。ちょっと待って、待って、待って、待って。触んな。触んな。ちょっと待って。待ってよ。待って。審判レッドです。審判レッドです。審判。No. じゃあ、シミュレーション。まあ、よく真顔で言えるな。もう、うわー、やだわー。そうなんだよ。こっちだってそうなんだよ、それは。おう、擦りすぎてるって。おい。そういうファールないから、擦りすぎみたいな。ダメだよ、お前。それ反則だよ、お前。これにルールなんかねえから、お前。何なじましてんだよ、お前。なじますなよ、お前。一回、このガムテープがお前の皮膚になるぐらいまでねじ込んでから取るから。もう皮膚を取るから、俺は。いいんだな、血出すぞ。いいんだな、出すぞ。いや、いいんだな。凍結だよ、もう凍結事件だ。凍結するつもりでいくわ。凍結だよ。もう、ああ、そうか、そういうことか。そういうことか。お前出せよ、お前。さねえよ。なんでだよ。何これ、なんでだよ。これは何なんだよ。おい。あ、お前相手とか右手。油断したと思う。なんで今これのこのこと油断しだしたと思うんだけど。もういいよ、分かったよ。もうそれは潔く行くわ。よしな。いった。あ、きっちゃね。いっちゃね。きっちゃね。ちょっと待って。真ん中行く。いや、いい。やれよ。何やれ、いっそ。なんで持つの。その持つの何なんだよ。それ何なんだよ。やれよ、ほら。いや、やるよ。やれよ。それ何。いいから。手に持ってるの何。いっそ、お前、一思いにやれ、早く。共にやれ。いいからもう焦らすな。え？もうこっちのほら。はい。ちょっと待って。それはダメだって。それは違うじゃん。それは何を抜くの。こっちは眉毛だ。眉毛だもん。いいやもう。ねえ。せめてカメラの前で撮って。あ、ちゃー。うわ、すごいわ。失ったものが多い気がする。これ中でしょ。これで中。なんで中で相方にこんなことされなきゃいけない。俺なんかもう落ち着いてる人みたいな。自説の、それではですね、次節、4月7日日曜日ですね、13時から、第8節エンジニアスタジアムにおいて FC 岐阜対愛媛 FC の試合となっております。はい、愛媛FC ね。愛媛 FC はどうなんですか。まあ、ここはJ2、まあ、J1 に行ったことはないけど、うん、J2 でずっとやってるところがあって、まあ、J3 も落ちてないし、落ちたことないし。なるほど。まあそうだね、じゃあ、まあ今まで格上と、なんか前やってました、ランキング上と。拮抗してるっちゃ、拮抗してるのかな。でも、なんとか勝ちたい。まあそうだね、次はね。ここ勝っていきたいね。うん、得点予想。今節、ライアン選手出てなかったんで、はい。まあ、ライアン選手、前回上げたんで、そのままライアン選手。なるほど。まあ、ちょっとね、本当スタメンが読めなくなってきたかなっていうのがあるんで、あと三島選手。三島選手。はいはいはい。この2人で。ライアン選手と三島選手が決めるという、はい、はい、予想したいと思います。はい、以上 FC 岐阜勝手に応援チャンネルでした。ありがとうございました。した、うん、した。